オリンパスカメラの進化をどうぞお手に取ってお確かめください。それではステージを始めてまいりたいと思います。写真家清水哲郎さんにご登場いただきます。1975年横浜市生まれ、写真家竹内俊信事務所で3年間助手を務め、23歳でフリーランスに。ライフワークとしているモンゴルでは、独自の視点で自然風景からドキュメントまで幅広く撮影。2005年路上少年で第1回名取陽之助写真賞を受賞。2007年 NHK 教育テレビ趣味悠々デジタル一眼レフ風景撮影術入門講師として出演。2012年夏に15年間のモンゴル取材をまとめた写真集チェンジを現地にて出版。個展を多数開催されているとともに、カメラ雑誌での執筆やフォトコンテスト審査員としてもご活躍されています。オリンパス随行デジタルアカデミー講師清水哲郎さんです。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。こんにちは。それではよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。皆さん今日なんか雨すごいですね。うんうんって言ってる方、ちょっと僕外出てないんで分かんないんだけど、なんか来る人来る人なんかすごい雨だよっていう話で、 OMD だったらちょうどいいんですけどね、あのペンなので、あの、まあ、今回のはね、あの EP5 防塵防滴はないですけど、まあ、今日みたいな日は OMD、ね、すごくいいなって、思っております。じゃあ、まあ、あんまりね、こんなあのくだらない話をしてるより、皆さん多分、じゃあこのEP5 の実力はどうなんだよっていう方が多いんじゃないかなと思うので、今日はいっぱい写真、持ってきたのでね、ご覧いただきたいと思います。ではちょっと電気を消していただいて、今回あの EP5 になりまして、あの EP3 の時はあの1230万画素だったんですけども、1605万画素に、上がってます。なので、まあ、今まで以上に高画質、高精細で撮ることができます。なので、まあ、9、18mm で、撮ってもですね、かなりこう、隅々までシャープに、見ることができますし、もちろんプリントした時も、はっきりくっきりとね、細部まで見ることができるんじゃないのかなと思います。今回行ってきたのはオーストラリアなんですけど、まあ、オーストラリアの写真を見ていただきながら、楽しんでいただければと思います。ちなみに、ペンを持ってるよっていう人どのぐらいいらっしゃいますか？あ、全員ですね。はい、あ、違う、あのじゃあ OMD を持ってるよ。あ、パラパラと、はい、全員ですね、あの、いらっしゃいますけども、あの OMD を持ってる人にとっては今回の EP5 は意外と、まあ、ちょっとこう、変わったかなぐらいの、ところで、ペンシリーズを持ってる方は劇的に変化しています。まあ、ダイヤルの操作面もそうだし、中身に関しても、そうなんじゃないかなと思っております。まあ、その辺のところを、写真を見ながらね、今までのペンはできなかったけど今回から随分できるようになったなっていうのを感じてもらえればと思ってます。では次お願いします。こんな感じでね、結構こうダイナミックレンジが広いっていうのが、まあ、OMD の時もそうですけども今回のペンも非常に広いです。あと、まあ感度100で撮れる、まあ、ISO ローって言われているものですけども、感度100、にすることでね、またこう今までとは違った、イメージで撮ることができるんじゃないのかなと思います。普通こういうね、まあ、日向とこう日陰のところ一緒に撮るとどっちかがこう白く飛んでしまったりっていうことが、あるんですけど、いい粘りですよね。ちゃんと空のトーンまで出てますし、手前の暗いところ、ね、手前にあるものの階調もしっかり出てる。やっぱりここがダイナミックレンジが広いかどうかっていうところが、あります。はい、次お願いします。 45mm の 1.8 で撮りましたけど、まあ、写真を撮るときってついついなんかね、主役だけをこう大きく撮ろうって思っちゃいますけども、僕はそうじゃなくて、例えば木が大きいなって感じたら木を大きいように撮りたいわけですよ。そうした時に対比させるものを必ず入れます。で、この場合は人
ね、が、まあ、ちょうどここでピクニックみたいに、してたので休んでたのでそれも合わせて撮りましたけど、これ人を大きく撮ったらつまらないですよね。木が大きいっていうのもわからないので、ちょこっと入ってもらうだけで、この木の大きさっていうのも伝わってくるし、またあの1605万画素なので葉っぱ一枚一枚っていうのもすごくこう見どころとして、感じられるんじゃないのかなと思います。はい、17ミリの 1.8 のレンズで、撮ってます。今つけてるのも17ミリ 1.8、 ブラックね、ありますし、まあ、これカメラにフラッシュもありますけども、ちょっとブラックいいでしょう。あの新しいんです。今までシルバーが先に出たので普通はなんかブラックが先でシルバーが後って感じなんだけど、その辺がオリンパスの面白いところ、かなと、思いますけども、あのすごくね、今回ボディのカラーも良くなってて、いいんですけど、まあ、この 17mm をあの普段こうどっか街に出かけるっていう時は 17mm つけてい、くことが多いです。他のレンズ持ってかなかったりします。なので今回あのオーストラリア行ったんですけども、あんまりズームレンズ使ってないです。はい、で 17mm の 1.8 の開放で撮って、はい、これも望遠でボケを生かしてますけど 75mm で撮ってます。絞り 1.8 ですけど、これどうやって撮ったかっていうと、まあ、このVF4 を使ってもいいんですけども、今までのペンにはなかったんですけども、このタッチチルト式になったんですね。なのでこれすんごい薄いんですけども、 OMD ってちょっと厚みがあるかなっていうふうに思えるんですけど、すんごい薄いです。それを使ってですね、あのこうだんだんこうカモメの方に近づいてってタッチシャッターで撮ってます。なのでちょうどなんか、くちばしをねこう開いた瞬間を狙って撮りましたけど、反応がすごくいいんですよ。反応がすごくいいので瞬間的なものも、狙いやすいかなと思います。はい、次お願いします。なんか撮り取ったらすごく面白かったので、じゃあもう一回やってみようっつって、ウがですねちょうどこう羽を乾かしてる時にね、羽乾かしてる時って飛べないじゃないですか。もうそこをもう足元を見てというかね、どんどんぐいぐい近づいてって、もう向こうも困ったような顔でこうやってるわけですよね。そこを、望遠レンズを使って、撮りました。まあ、こういったあのこれも 75mm1.8 のレンズなんですよ。 1.8 開放で撮ってるんです。開放で撮ってるにもかかわらずちゃんとこうね、見せたいとこ 目にピント合わせ、この羽毛っていうんですかね、あの羽の感じもしっかりと出しつつ、背景はぼかしてっていう感じ、そういう、イメージで、撮ってます。はい、これ友達の子供なんです。あのなぜオーストラリア行ったかっていうと、小学校の時の友達が向こうで結婚して、いるから、じゃあまあ、子供も生まれたし、じゃ あの行ってみるよっていう感じで、行きました。でも行ったからには撮らせてもらうのがプロの根性というかね、いやらしさというか、そういうところなんですけど、まあ、この子もすごく可愛いので、目にピント合わせて、捉えたものです。ずっと絞り開放で撮ってますね。 1.8 ばっかりで撮ってます、何枚もね。はい、今回 EP5 になってすごくやっぱ注目すべきところというか、注目したいところは8000分の1秒が搭載されたっていうところなんじゃないかなと思います。これまでの、カメラ4000分の1秒まででしたね、ミラーレス一眼。 OMD に関しても4000分の1まで、なので、まあ、8000分の1秒になったことで、なんかよりこう瞬間的な魅力を捉えられるっていうのを感じられると思います。あと意識しますよね、早いのができるんであれば、まあ、なんか撮ってみよう、動いてるものを撮ってみようっていう気にもさせてくれます。あと、まあ、OMD ユーザーの方は、まあ、やっぱそうだろうって思うかもしれませんけど、ペン使ってる方、今まで秒間3コマが最高でしたけど9コマになりました。なので8000分の1プラス秒間9コマで撮る、ダーッとこう瞬間的な面白さっていうのが撮れます。なので1枚で撮るのが難しいっていう方は連写をしていただいて、その中から一番いいものをセレクトしていただく、そういう使い方っていうのもあるんじゃないかなと思います。はい、なんか8000分の1秒とか普段こう高速シャッターで皆さんやらないですよね。あんまりこうやろうとしないじゃないですか、スポーツとか動き物を撮ってる人。だから何撮ろうって時に皆さんほとんど水を撮ると思うんですよ。ついついね滝を撮ろうとか
なんか噴水行ってみようとか、普段撮らないものを撮ろうと思っちゃう、まあ、それはそれで面白いなと思います。なのでぜひね、今まではこうだったけどちょっと違うものが撮れるよっていうのを見ていただきたいと思います。はい、これも8000分の1秒、夕方夕日を浴びてるところね、ややこう反逆光気味にこう狙って撮りましたけども、望遠レンズ使いました。ズームレンズです。75300、3月1日に出たばかりのね、レンズなんです。これがまた写りがいいんです。ただやっぱりズームレンズなんで、やっぱりこう絞りの開放値 4.8 から 6.7 とかね、どうしてもそういうところで、高速シャッターってこれまでなかなか切れなかったってところもあるんじゃないかなと思います。まあ、そこを感度を、ね、上げて撮ったりっていうのも、ありますし、まあ、あと8000分の1秒でこう望遠ですからかなり圧縮効果もあるし迫力を出せるので、そこで8000分の1秒で狙える絵っていうのを、探していくと結構こういうシーンとかね面白いんじゃないかなと思います。はい、ドン、何これ、お勉強の時間です。嫌でしょ、数字見ると皆さんね多分嫌だなって思うかもしれませんけども、これはですね、ある、まあ、晴れた日の、露出、をちょっとこう表にしてみたんですけども、左側が感度ですね、感度100、200、400、800、1600って、上がレンズの絞りになりますね、絞り、絞り値、だから絞り、感度、シャッター速度ってなります。これ自体はどの組み合わせで、例えば感度100で56だったら800分の1だし、400で22だったら200分の1だし、どの組み合わせで撮っても同じ光しか捉えてないです。そういう表です。だから絞り優先とかシャッター優先とかこういうのが動いてるわけですよね、数字が動いてきますよね、それを撮ってる、図示したものです。次行ってください。で、これまで4000分の1秒までしかできなかったんですね、このある晴れた日の、露出でやったものなんです。4000分の1までだとこれでいくとこっちの赤字で書かれたところって撮れないんですよ、6400とか。8000分の1秒になったことによって、こっち側の、ね、エリアまで行けるようになりました。今まではこの数字が書かれたところまでしか撮れなかった。で、これ何言いたいかっていうと、せっかく絞り 1.8F1.8 の明るいレンズがあるのに、これで見るとこれまで感度200でしたよね、200までしか下が触れなかったので、どんなに撮ろうと思ってもこうボケをね表現したいって言っても晴れた日だと F4 のこんな組み合わせになっちゃうわけです。 1.8 持ってるのにこの部分撮れなかったんですよね。そこを撮れるようになったっていうのが今回の、ISO ローの、搭載だし、8000分の1秒の搭載になります。ここのピンクエリアって撮れなかったんですよね、露出オーバーになっちゃいますから。で、この数字実はですね、皆さんサニー16ルールズ知ってます？知らない、初めて聞く。ここに赤字で書かれてますけども、書いてますけども、露出計がないときにこう感覚でやるっていうのありますよね、プロの方とか、まあ、好きな方とか、まあ、昔からやってフィルムの時からやって、そういう時にどうするかっていうと、晴れた日は絞り16にして感度分の1が適正なんですってなると、この絞り16、感度100で100分の1、感度200なら200分の1っていうのが経験上というか、これで撮ると適正になるよって言われているものです。で、それに当てはめていくと、ちょうど F1.8 で8000分の1秒っていうのが切れるようになるわけですね。へーって思った人と、何のことやらって思ってる人いると思うんだけど、そういうことをやってくれてるんです、開発の方が。皆さんはただただ受け入れればいいね、あ、撮れるようになったんだっていうのを受け入れてもらえると、ようやくこの感度100になったことで F1.8 のボケ味を晴れた日に撮れるようになった。つまり晴れた日に今まで撮れなかったわけですよね、ボケを、ボケ表現ができなかった。宝の持ち腐れというか、何なんだ、ね、暗くなってからじゃないと撮れないじゃないかみたいな、感じだったのが今撮れるようになりました。はい、で次行ってください。実際に撮ったんです。バカでしょこれ。こんな99枚も撮ってるわけですよ、実際に。で、先ほどのは机上論ですよね、あくまで、
この計算上こうなるよって言ってたのが、こんな風に実際撮ってみるとこんな風になります。こっちの方露出オーバーでしょ。ちょっと一回元に戻してもらって、ね、ここ撮れないって言われてるところが、はい、撮ってみると意外と絵は残ってるんです。ただ露出オーバーになってるとことかもある。これ大変でした。撮り終わるまで30分かかりました。でも今この 2x2 ダイヤルってね、ダイヤルがこう増えたので、それによってもう速やかにこうできました。でも30分かかったのは理由があって、これ99枚しか見せてないですけど、各コマ全部プラス2からマイナス2まで段階で撮ってるんです、はい、どんな風に言われてもいいようにこう段階で撮ったわけですけど、まあ、それができたのもこの 2x2 ダイヤルで切り替えスイッチでパパパッってできたので、やりました。でまあ、この辺ですよね。結局その数字上、機上論では考えられないようなところも一応いけるようになったし、何よりも、まあ、1.8/8000分の1秒で取れてるっていうところも、やっぱりこう楽しんでいただければなと、思っております。まあ、取っててつらかったのはこの辺ですよね。素抜けをひたすらロープラス JPEG で取ってるわけです。取っても取っても真っ白になってるね。いや途中でやめようかなと思ったんだけど、まあでもこの表を皆さんに見ていただきたいなと思って、やってみました。はい、次行ってみます。ということで晴れた日に F1.8/8000分の1秒で撮ればちょうど綺麗に撮れるわけですよね。そういったものを皆さん今後楽しめるだろうし、これは普通にこう風景的に撮ってます。ボケを生かした表現っていうのができるようになった。だから8000分の1秒だけ見ちゃダメですね。あのスピード動きもんばっかり撮ろうって思っちゃうかもしれないけど、実はこのボケ表現を生かすための8000分の1秒イソローであるっていうことも分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、次。だからね、まあ、せっかく 1.8 だからこうボケを生かしてとかっていうのもありますし、あと30分の1とかね、あのこれ5軸手ブレ補正がついたんですね。 OMD でついてるので、まあ、馴染みあると思います。さらに進化してます。さらに進化した5軸手ブレ補正、今まで2軸だったんですよ、ペンの方はね。だからそういう意味でも本当に手ブレに強くなったし、三脚を使う機会っていうのは随分減ったんじゃないかなと、減るんじゃないかなと思います。僕自身も三脚ももうちっちゃくしちゃったし、ほとんど使わなくなりました。まあ夜以外はね、昼間はもう本当に軽快にこれだけ持っていくっていう感じでやってます。はい、次。今先ほどのねボケ表現っていうのありました。開放で撮ってもこんなシャープにね隅々は撮ることもできます。だからそれって角度の問題なんですけども、まあ、被写体に対して面で捉えるかこう横から撮るかで全然違ってきます。だからこの角度によってボケを生かしたりっていう、のがあります。だから絞り開けて撮りたいな、でもピント合わせたいなっていう時は面で捉えるっていうのを考えて撮ってもらえればいいと思います。もちろんこういうのもね、暗い市場の中だったんですけども、結構こういう綺麗にね、明るいレンズだからピント合わせも早いし、しっかり撮ることができる。はい、次。手ブレ補正が効くという意味ではマクロレンズなんかでも使えます。60ミリマクロでね、80分の1秒で撮ってます。マクロってすごい被写界深度浅いし、ちょっとでもブレたらもうね、被写界深度の狭さからこうブレが大きく出ちゃうんですけども、そこがもう、手持ちでもいけるようになりましたので、ここはもう信じていいと思います。オリンパスの本当手ブレ補正ってすごく強いので、むしろ今手ブレ補正がないと自信がないみたいなね、プロとしてなんかどうなんだろうとか、はい、でもなんか機能をうまくこう生かしていくっていうのはユーザーのね、ユーザーの勝手ですから、それはもうどんどんあるものは使った方がいいと思います。はい、次お願いします。まあ、会長を見るのが好きな人とかは結構こう黒の締まりとか会長、途中のね、明るさがどうだとか、そういったところを見ていただければと思います。はい、次。晴れた日に 1.8 で8000分の1秒で撮れば適正ですけど、曇りの日で撮るとドアンダーになるんですよね。結構こう露出、アンダー気味になります。そこをあえてこう線路撮ったりすると光が生きてくるんですよね。光ってるとこだけ残って、あとはもう暗くなるっていう、そういう、見え方もします。まあ、こんな風に、ね、どの露出がいいかっていうのはそれぞれの方が決めていただければいいわけですから、適正露出っていうのは人に聞くんじゃなくて自分で決めることだと思います。はい、
こんな感じでね、夕方、ちょうど夕日を浴びて天気すごい悪くて、この時あのちなみに僕雨男なんですよ。砂漠行っても雨を降らす、はい、だから OMD とか E5 とか防塵防滴のカメラが離せないんですけど、今回も3日間ぐらい初日からずっと雨で結構困ってました。でもそんな曇り空のところにちょっとうっすらね光が差した時とかっていうのはドラマチックなシーンになるわけですよね。だからその天気の狭間を狙うっていうのは非常に面白いですよね。雨降ってから晴れれば虹が出ますよね。そういう狭間を狙っていくことによってものすごくフォトジェニックなシーンっていうのは巡り合いやすいんじゃないかなと雨男としては思ってます。はい、次、OMD もそうですけど好感度強くなりました。ものすごく強いです。なのでまあこんな風にちょいちょい、三脚を使ってですね、また2×2ダイヤルを使ってですね、段階まあ、ISO 感度の、ね、段階でこう撮りましたけど、すんごい綺麗でしょ。皆さんどの辺ぐらいまで使うのかな。25,600でよく撮るよっていう方、まあ、いないですよね。僕も撮らない、はい、12,800で撮るよ、いない。6,400パラパラ、3,200パラパラ、1,600、まあ、皆さんそのぐらいですかね。なんかやっぱりこう怖いんだよね。高感度にすればざらつくし、なんかいいことないよみたいに思ってるかもしれないけど、でもここまで綺麗に映ればね、すごく、信頼していいんじゃないかなと思います。だからこの辺上の段とか全く気にしなくていいですよね。感度どんどん積極的に上げてもいいんじゃないかと。暗いところでどうしようブレちゃうなって思ったらもうどんどん感度上げていいんじゃないかなと、思います。次行ってください。ね、1600、3200、6400、僕の中では6400ぐらいが、まあ、実質使うところかなと。作品にしたりするの、まあ、12,800、25,600、感覚的になんかよく分かんなくなっちゃってますよね、もうね。でもそっちまで行っても全く絵柄が見えないわけじゃないし、ちゃんとエッジは立ってるので使えないわけではないんですよね。僕らは作品として大きく伸ばすことを考えると、やっぱりそれなりにクオリティ、ハイクオリティで撮りたいなって思うから、まあ3200、6400ぐらいまでとかね、っていうふうに考えてますけど、まあでも十分ですよね、ここまでいけばね。フィルムの時こんなふうに6400で撮ろうなんて考えていた人はほとんどいないでしょう。はい、次行ってください。ということで、感度をね、こう、まあ、暗いとこでは上げてもいいんじゃないかな。もちろん明るいレンズを使うっていうのもあるけども、暗いものを使う、暗い時には感度を上げて、こう対応していくっていう。これもね、熱気球から撮ったんですよ。俺高所恐怖症なんですよ。でも皆さんを喜ばせたいな、喜んでいただけたら嬉しいなと思って350ドルぐらい払って2日待ちましたよ。もう雨で全部キャンセルで、ようやく最終日っていうかね、その街を去る、前の日にね、ようやくこう、飛びました。でも僕描いてたのはなんかもう日の出のすごくこう日を浴びてキラキラな熱気球からの作品で、皆さんがおおっていうようなものを撮りたかったんだけど、やっぱり雨男はどんよりした写真しか撮れないのかなとか、まあ、それはそれでね、いいものが撮れました。はい、次行ってください、ね。まあ、感度上げるっていうのは全然、これ動物園でタスマニアンデビルを撮りましたけど、感度1000で撮ってます。1000で撮ってるけど全然ざらつきないですよね。綺麗。この子がギャーギャー騒がしいんですよ。写真からは伝わってこないけど、はい、こんな、可愛い表情してますけど結構騒ぐと大変。感度ね、全然上げても問題ないです。はい、次行ってください。感度1600でこの夕方のグラデーション、夕景のグラデーションの時に撮りました。まあ、感度1600にしたことによって13分の1秒っていう速いシャッター速度が切れた。それによって向こうに沖に浮かんでたヨットとかがブレずに済んだんですよね。もちろんスローで撮る、感度低めて低くしてね、スローにすることはできるんですけども、そうするとヨットがこうやっぱ波で揺れちゃうんですよ。だからまあどこまで見せようかな、ある程度見せたいなって思うときは感度を上げてもいいんじゃないかなと思います。
もちろん三脚使わずに手持ちでもいけるっていうことを思えば、普段から三脚なきゃ取れないとかって思ってる人はね、結構こうそれが足かせになってて、積極性をなくしてしまうんですよね。そこをやっぱ僕はどんどん、重たいからいらないっていう場合はもう割り切って感度を上げて取ればいいし、明るいレンズを使えばいいしって思います。はい、次。やっぱこういうのやってほしいですよね。感度800で星空を、撮ってます。で、OMD ユーザーは知ってると思いますけど、ライブバルブっていう機能があります。ライブバルブ使ったことあるっていう方、OMD 持ってる方いっぱいいるのにそれだけですか？なんかもったいないですよ。ぜひ使っていただきたいんですけど、というのはバルブ撮影ってすごい難しいイメージがありますよね。なんか先ほどの表が分かる人じゃないとできないんじゃないかとか、経験が必要なんじゃないか、そう思っちゃいますけども、この、EP5 もそうだし OMD もそうだし、星空を撮るときにもうバルブモードにします。ライブバルブモードにすると、であとはもうレリーズで押すだけ押して、あと途中経過が見えるんですよ。バルブ中の露光中の絵が見えるから、いいなって思ったところで切り終えちゃえばいいんです。すごい便利ですよね。だからテスト撮影がいらなくなって、経験も勉強する必要もなくなって、モニターを見ながら、ああもうこの辺でいいかな、露出もいいかなって思ったら切り終えればいい、そんな風になりました。いいよね。で、OMD の時ってヒストグラムとかなかったんですよ。だから暗いとこで撮ると、あもういいかなって思っても意外と PC 上で見ると暗かったりする。今ヒストグラム積んでるので、ある程度あもうこの辺で、ね、露出しっかり撮れたっていうのが分かるようになりました。だからやっぱ次の機種を買うっていうのは必要なんですよ。いやいや別にそれぞれ皆さんが思ったように行動を移していただければいいんですけど、便利なものは便利です、はい、あるものは使いたいし、ね、なければ買い足すしかない、はい、はい、次行ってください。でも感度上げたりっていうのばっかりじゃなくて、やっぱり功績を生かしたいっていう時とかは感度下げてもいいわけですよね。快調で言えば一番やっぱ ISO200 が一番こう綺麗に撮ることができます。ダイナミックレンジも広いです。感度100で撮ると感度拡張になっちゃうので、ちょっとダイナミックレンジ狭まっちゃうんですね。だから下げればいいんじゃなくて、やっぱり推奨してる200だったら200で撮った方がいい、はい、これ踏切がちょうどこう、ライトがついてるんです。上がる瞬間かな、上がったところを狙ってます。だからこうブレ感がねあるし、この光が何だろうっていうのが映ってます。はい、次お願いします。そんな風にね、晴れた日感度100にしようとか200にしようとか、もう自由にやっていただいていいんじゃないかなと思います。はい、次お願いします。 12mmF2.0 で、撮りましたけど、こういう写真見て結構こう分かれると思うんですよ、好みが。何かっていうと、このバラ線を入れるか入れないかみたいなのとかって結構こう好みがあって、僕はどっちかっていうと一歩引いて入れる方です。その方が臨場感が出てくる。これバラ線をなくしちゃうと、すっかしますけど奥行きってちょっと減っちゃうんですよね。これを入れることによって臨場感、自分があたかもこうしゃがんで見てるような感じにもなるし、奥行きっていうのも出てきます。はい、次。なんか OMD 使ってた印象がどんどん風景撮りたくなっちゃって、砂っぽいとこも埃っぽいとこも行っちゃうんですけど、でも綺麗でしょ。やっぱりこの悪天候じゃなければ全然ペンでいけるわけだし、ね、この上品なものを風景で撮るっていうのもなんか逆におしゃれじゃないですか。っていうことをなんか無理がある。わかんないけど、僕はどんどんこう画質のいいものはどんどん積極的に取り入れるべきだなと思うし、カメラは消耗品だと思ってます。わかりますか、この意味は。はい、どんどんいろんなところで撮っていただいて、あ、ダメになっちゃったなと思ったらもう次が出ますからね。あとは、はい、決断は皆さんがしていただければ、はい、こういうものが撮ることができます。はい、次行ってください。なんかオリンパスでね、動物ってやっぱ岩合さんに憧れて、僕もこういうとこ行けば撮れるんじゃないかと、ちょっとだけ岩合さんをイメージしながら行きましたけど、弱いですね。でもカンガルー、こんな風に
75300でね撮ってみたりっていう、やっぱ動物とかってどんどんこう動いていっちゃったりするから手持ちでバンバンこう行きたいですから、そういう意味で五軸手ブレ補正も活かしながらね、撮ってます。はい、次。これもそうですね、すごい天気悪かったんですよ、この日も。なぜかさっきは砂漠はすごい青空で、なんかメリハリが強すぎるんだけど、まあ、こういう、たまたまこの雲間からほんの5分ぐらい光がちょうど、当たってですね、綺麗にこう撮ることができました。でこういう時にやっぱ暗いからって言って三脚を、出したくなっちゃうけど、瞬間的に光ったものだからもう手持ちで、撮りました。まあ、十分ですよね。あの広角、まあ、17ミリだし、被写界深度も、ね、深いので結構手持ちでパッと撮っちゃいます。はい、これは見た時ちょっと感動しましたね。オーストラリア行ってよかったなって思うぐらいに、ちょうどこう、まあ、水平線にこう太陽が沈んでいくところだったんですけども、昼間一回桟橋にから見たんですよ。でもそこから海と太陽だけ撮っても別にわざわざ南半球行ったっていう、ね、意味がないじゃないですか。そこまで行ったって、やっぱそこらしいっていうのを僕は入れたい。そこに何があったかっていうものをうまく絡めながら夕日を撮りたいなといつも思ってるので、そんな風にこちらは撮ってみました。ちょうどこうやっぱり夕景とシルエットってすごくあるんですけど、そこに太陽が絡んだりするとまた面白いですよね。そんなものを、狙ってみました。本当75300のレンズも、すごく便利だなと思います。手持ちでこうファインダー、この VF4 を見ながら、撮りましたけど、やっぱり光学ファインダーだとどうしても眩しくて撮れないですよね。目がやられちゃいますし、はい、まあ、あの電子ビューファインダーなら痛くない、目も痛くないので、そうやって狙ったり、はい、して撮ります。はい、次お願いします。そう、ちょっと75300で写りが良かったんでいろいろこう狙ってみましたけども、地球章まで写りましたね、しっかりね。朝明け方、撮ったものです。はい、次お願いします。はい、こんなね、まあ、アートフィルターを積んでるっていうのはね、もうペン、当初からでしたけども、やっぱりこれがどんどん進化してます。次お願いします。次いけますか。はい、で今12種類21パターンできます。で新たに搭載されたのがウォーターカラーですね。はい、だからもうこんだけ12種類あるので、まあ本当にいろいろあるし、効果っていうのも追加でいろいろね、できますので、さらにこの12種21パターンにプラス効果をするといろいろ面白いです。これオリジナルなんですけど、次行ってください。これはウォーターカラー、水彩画みたいになる。次行ってください。21パターンを作ってみました。はい、僕はもう力ずくです、このスライドは。はい、99枚貼ってみたりとかね。はい、21コマ、まあ、こんな感じでワンシャッターでこんだけ撮れるんです。ローで記録しておけば後でいろんなものを変えられます。 JPEG だとその場でいろいろ変えなきゃいけないんですけど、ローで記録することによって、こんな風に21パターンできます。まあ、どれも捨てがたいなって思えるようなね、ものになればいいなって思います。次行ってください。フォトストーリー、アートフィルターすごい手軽だったんです。フォトストーリー、次行ってください。こういう風にね、まあ、1枚の写真の中に何枚か、まあ、組写真のようなものですよね。フォトストーリーですから、まあ、写真の物語みたいなのを1枚の中に入れると。でもこれが写真を知ってる人ほど考えちゃう、押せない、ね、本当は開発の方は多分カフェとかで、ね、若い方がこう友達撮って、ケーキ撮って、紅茶撮ってみて、パッパッパで撮れると思うんだけど、我々はなんか組写真として考えてしまって全然ピュアに撮れないんですよ。だからこれ撮るの5分ぐらいかかってる、3枚撮るのに。考えちゃって考えちゃう、まあ、たまたまこんなでっかいキュウリじゃねえや、あの人参持ったおじさんが歩いてたんで、ああ面白いなって思って、撮りました。はい、次お願いします。こんなね、あのラフモノクローム風に撮ってみたりとか、そんなのも、できます。だからカラーだけじゃなくてモノクロ風でも、できます。でこれ、あ、ダイオウイカですよ、ね、テレビで
あの感動を見た方いるかな、あのちょっとそれ見た後だったのだけにちょっと感動したんですけど、これを撮るために僕は博物館内を なんか右行ったり左行ったりしながら1枚ずつ自分の好きだったものを抑えました。まあ、こんな風に1枚の写真を撮るっていうのは面白いんじゃないかなと思います。はい、次。今まで4対3でしたけど、こんな正方形にもね3つこう分割したりっていう、そういうこともできます。はい、こんなのとかね、いろいろこうあのフィルム地になってるね、フレームがなってるとか、そういったものも、あります。はい、こんなのとかね、馬車はやっぱりこう正面から撮っちゃうと馬は撮れるけど、あのね、カゴの部分が撮れないでしょ、だから横からこう撮って、はい、ね、いつぐらいにこのカメラを動かしてたっていうのがバレちゃうんですけども、はい、まあ、こんなのを撮ってます。はい、次お願いします。5種類ね、パンパンパン、これ2ブロックぐらい歩いてます。もう色を探して、なんかバス停を探して、なんか自分の中でテーマを決めるといいですよね。形だとか色だとか、じゃあ人を撮ろうとか、結構それをやりだすとこだわっちゃって、で、あのこれ順番左から行っても右から行っても真ん中から適当にやることもできますし、失敗したなと思ったらもう一回同じとこを押せば撮り直しができます。はい、次。こんな風にね、縦長の短冊状のが難しいなと思ったら縦位置にしちゃえばいいんですよ、カメラを。そうするとこうパノラマじゃないけども横長のを5枚並べたりとか、はい、これも縦で撮ってます。あの展示してあるのは横一のなので、僕もう一回撮り直してるんです。はい、もう一回撮り直してこんな感じかなみたいなね。はい、まあ面白いですよ、創作意欲っていうのが湧くし、ただやっぱり考えちゃうね、ピュアになれないね、なんかね、ちょっと反省してます。はい、次。こんな多重露光っていうのもできます。はい、次お願いします。インターバル撮影、これちょっと面白い機能だと思います。はい、例えばこう、天気悪い日にね、雲がある日にこう撮ってみましたけども、夜景と雲と合わせて、撮ります。で、動いてるなっていうのを連続して撮ることができます。99コマまで撮ることができます。で、撮影間隔を、まあ、すぐ次のカットに行くこともできるし、24時間まで空けて撮ることもできます。そんなことを、やってみました。はい、ちょっと5枚ぐらい連続して送ってください。トントン、見えてますかね、雲とか。なんかモニターが暗くなった。はい、で、いいです。あの99コマのとこに行ってください。はい、こんな風にインターバルでバーッと撮るんですよ。ひたすら撮ります。そうするとそれを動画にすることができます。1枚ずつ写真は撮ってますので、それぞれいいなって思ったものは残すこともできるし、動画として、見せることもできます。それがタイムラプスっていうんですけど、次行ってください。わかりますか、雲が動いたり下が動いたりとか、写真から動画を作るっていう、モードですね。99枚ようやく撮ったのに9秒しかできないんですよ、ね、もっと見たいでしょ。じゃあ次行きましょう。タイムラプス動画、天気悪い日とか風の日とか風がある日とか面白いです。8000分の1秒のインターバル、これはもう1回シャッターを押したらあとカメラ任せで、あの等間隔で撮られてきます。ビルに注目ですね、日が陰ってくるんです。あ、これ、2秒間ですね、2秒間の光があるのでこう光跡が映ってます。なんかジオラマ動画とかね、こういう風な感じになりますけど、ジオラマ動画は動画しか残らないでしょ、写真をピックアップできないですから。逆の発想で貨物列車1分半通ったんだけど、あっという間に行っちゃいましたね。このタイムラプスはちょっとハマるんじゃないかなと、思います。ああ人来たみたいなね、よかったです、タイミングよく。
時刻表見ずに撮っちゃったので行ったり来たりしてます。なかなか正面来ないんですよね。みんな端っこ行っちゃう。あ、来たと思ったら止まっちゃったりとかねみんな向こう行っちゃう、はい、まあでもこんなのがね狙えたりします。面白いなと。この人スマホをねやってるんです。繋いでみたらすごい面白く映ってました、はいまあ、こんな感じでね撮ることもできます。はい、というわけで、僕のオーストラリアすごい楽しんできたよっていうのを皆さんに見ていただきました。これも実はインターバルで撮ってます。あのこういう広告の撮影ってなんか大名旅行っぽいように思われるじゃないですか。僕一人で行って全部この工程組んでるんですよね。2週間の間ホテル6回変えてるんですよ。いろいろこういろんなイメージで撮りたい。でこういうのも撮っとかないと言われちゃうんですよ、ね、カメラ出しとかに出したらあれ持ってる写真はって言われて、一人で行ってるのにどうしようって思ってたんだけども、インターバルがあるので、何枚もあの例えば10枚なら10枚、5枚なら5枚ってやっとけば、数秒おきに撮れるので、だからポーズ変えたり顔の表情変えたりして一人でやってました、はい、誰一人いないですからね。こんなことをやりながら、撮っていきます。まあインターバルとタイムラプス動画っていうのも非常に面白いんだっていうのを分かっていただければと思います。はい、以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。写真家清水哲郎さんでした。どうぞ皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様本日はご参加いただきましてありがとうございました。会場内には新製品オリンパスペン EP5 やペンライト EPL6 のほか OMD やコンパクトデジタルカメラ